俳優の三浦春馬さんが自宅で意識不明の状態で見つかり、その後死亡が確認されました。自殺とみられています。関係者によりますと、午後零時半ごろ、港区の自宅マンションで俳優の三浦春馬さん、三十歳が首を吊った状態で見つかりました。三浦さんは意識不明のまま病院に搬送されましたが、 その後、死亡が確認されました。現場の状況などから、自殺を図ったとみられています。関係者によりますと、遺書があったということです。若手の人気俳優、三浦春馬さん。4歳の頃から児童劇団に所属し、1997年、 NHK の連続テレビ小説「アグリ」で子役としてデビューそして数々の話題のドラマに出演していました日本アカデミー賞では新人俳優賞を受賞その後、連続ドラマに初主演。最近では、 ドラマの主題歌で歌で手デビューも果たたししていました去年公開された映画ではあの作品を見たから頑張れてるんです今みたいなことだったりとか言ってしまえば他人かもしれないんですけどその方たちの、まあ、何かの行動のきっかけになったりとかあとは頑張れたんだっていう事実を伝えてもらった時に。 あの時そういえばすごく大変だったけどでもやっぱりエンターテインメントに携わる仕事をしていて何だろうすごくその仕事自体が血の通ったあ触職種なんだっていうことを強くこう感じられた瞬間っていうのはとても何,だろう何にも変え難い、うん、サービス業だろうなっていうふうに思えることができるかなっていうふうには思います。 映画や舞台でも幅広い活躍をしていた春馬さん9月には新しいドラマが始まる予定でした